ヘドロを研究して約3年、ヴィンテージ元男子絵描きのリュウ君も頑張って生きてるよ。今日の動画のテーマはカルト宗教にお気をつけください的なテーマになります。やっぱりね、心が健康になることが一番人間美しく生きていけると思うので、結構メンタル系とか心理系の動画を出しております。心の美容と言ってもいいんじゃないのかな的な感じですので、よかったら最後までご覧ください。最後まで見てからで結構ですので、ちょっとでもいいところがあったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最初にちょっと言いたいんですけれども、私は全部の宗教を否定しているわけではありません。この動画でお伝えしたいのは悪徳宗教とかカルト宗教のみですので、キリスト教とかカトリックもちゃんとしたとこもありますという私も霊感商法とかカルト宗教とかいろいろな勧誘を受けまして、そして私の友達もちょっと洗脳されてしまって、その洗脳を解くのがちょっと大変だったっていう経験を持っておりますので、どういうものが悪徳カルト宗教なのかということがなんとなく分かっているところもありますし、各都道府県の警察もいろいろ注意喚起をしているので、いろいろちょっと調べたことも一本にまとめていきたいと思います。あなただけは大丈夫ということはありません。誰でもターゲットになります。あなたの人生、カルト宗教に侵されないようにしてください。まずカルト宗教を勧誘してくる人ってどんな人だと思いますか？なんか人相の悪い人と思ったら、いえいえ全然違います。その勧誘してくる人もその宗教の母体に洗脳されて良かれと思って進めてくるので、決して悪人面ではありません。ヘドロ面ではありません。そしてその手口なんですけれども、いきなりこの宗教いい宗教だから一緒に勉強しないみたいな感じでは進めてきません。まずは何かのサークルを装ってきたり、カラオケ大会を装ってきたり、スポーツイベントを装ってきたり、ボランティアイベントを装ってきたり、何かしらのイベントとかコミュニティとかサークルを装ってきます。ゴミ拾いからスタートさせるところもありました。今はコロナなので直接何かに誘うっていうよりも、オンライン上のズームでやってるイベントがあるから、ちょっと参加してみないですかみたいな形で声をかけてきます。あなたの良心につけ込んで、あなたのボランティア精神をくすぐるところ、自己啓発セミナーとかイベントとかサークルとか何かしらであなたに声をかけてきます。私の場合は個展会場に直接見ず知らずの人が入ってきて、最初は絵のお客様なのかなと思ったんですよ。なんか絵の感想でも何か言ってくれるのかなと思って何か話しかけたと思ったら、私のプロフィールを見て、こういうとこで大変だったんですよね、あなたとこの生い立ちのことなんですけれども、ちょっとわかるところがあるんですね、あなたが元男性に生まれて苦しんだっていうのはずっと続いてる何かがあります。そしてこれからもあなたの子孫に延々といろいろなことが続くので、私たちがやってる勉強会に来てくれたら、あなたの負の連鎖を断ち切ることができるんですけれども、いかがですかっていうような感じで、よくよく考えたら、私子供を産むことできないので、私子孫またな感じだったんですけれども、あ、そうなんですね、大丈夫です、自分で負の連鎖断ち切れますので、ありがとうございます、いえいえ、それがあなたのダメなとこなんですって食い下がってきたんですね。まあ夢だって言われたそれまでなんですけれども、私臨死体験をしてきて、これを信仰しなかったら地獄に落ちるとか、これをしなかったら不幸になるっていうのは嘘だっていうのが分かるんですね。この動画でもね、これをやらないと不幸になりますよっていうようなことをいろいろやってるんですけれども、それって思考法のことじゃないですか。仏教を引用してたりとか、キリスト教を引用してたりとか、何かを引用してるから本当の宗教のようには聞こえるんですけれども、実態は全然宗教でも何でもなくって、ただの悪質商法だと思ってください。次の悪徳カルト宗教の手口なんですけれども、これも私経験あるんですけれども、街でいきなりアンケートを頼まれたりとか、募金頼まれたことございませんでしょうか。もうアンケートやってる人、募金やってる人、全部がカルトって言ってるわけではないんですけれども、それで何を相手が知りたいかというと、この人がどのくらい寂しいのか、何に悩んでるのかっていうことを巧妙に探るためのアンケートなんですよ。カルト宗教からしたら、その人の悩みにつけ込むのが一番早いんですよ。あなたこのことで悩んでますよね、それには悪魔がついてますよ、その悪魔をお払いできるのはうちの宗教に入ることしかないんです、いかがですかみたいな形で言われる。こんな圧はないと思うんです。もうちょっと優しい感じ。あなたもしかして、こういう悩みあると思うんですけれども、もしかしたらその悩み、うちの宗教で、なんとかなるかもしれません。うちの宗教にこういう神様がいるんですけれども、この指輪は、この指輪はシーンで200円ぐらいで買った指輪なんですけれども、例えばこの200円ぐらいの指輪も、これね、神様がここに入ってて、この指輪をしてるだけで悪霊が来ても跳ねのけてくれるんですね。今日、うちの宗教に入ってくれたら100万円で買えるので、こんなんかどうかわからないんですけれども、あなたのちょっと弱いところにつけ込むんですよ。神様がいて、その神様があなたのその悪いものをなんとかしてくれるって、もうはっきり言います。そういうことありません。人の宗教だったらそういうこと言わないので、これを信仰してこれだけお金を納めたらこうなりますとか、そういうこと一切ありません。私の友達もこういう感じで勧誘された人がいるんですけれども、その時私の友達は手取りが30万だったんですけれども、3万だけ手元に残して、あとは全部宗教に換金なんていうんですか、献上っていうか、なんていうんですか、お布施っていうんですか、それをするようにって言われてて、実家暮らしだったとはいえ大変な思いだったんですよ。だって30万円の給料をもらって3万円で生活しないといけないんですよ。それをやっぱり洗脳されてるから、これは正しいことなんだって、それ以上のお金を持つと私は地獄が待ってるんだって、これは永
延々と続くんだって。これを今私は修行だと思って、これを3万円でなんとか生活して、あと全部その神様に納めることによって私の将来を約束されるんだと本当に信じてるんですよ。洗脳されてしまったら、なんていうんですか、カルト宗教からしたらもうあなたの資料がそこに出来上がるみたいな。あなたが何に悩んでて、どういうことに弱くて、どういうことが好きでって、あなたを騙すポイントをそのアンケートで探るためのアンケートなんですよ。街中でいきなりそうやってアンケートをしてくる人がいたら、まずは疑ってください。全てが悪いとは言いませんけれども、いきなり街中でアンケートに答えてくださいっていうのは、私は、どうかな、でも違う、ちゃんとしたところもあるのかな、どうなんでしょうか、何かあったらコメント欄にお聞かせいただきたいんですけれども、私はやっぱりそういうのもちょっと怪しいと思ってしまうんですね。ここはアートチャンネル。それから宗教の人の特徴と言ってもいいと思うんですけれども、これらの動画今までお伝えしてきましたよね。こういう人にお気をつけてください、マニピュレーター、モラハラ、もういろいろ人間の醜いところをいろいろ動画にしてきたと思うんですけれども、宗教の勧誘をしてくる人っていうのはこういうのが全くないと言っても過言ではないくらいいい人です。いろいろ心理を勉強してます。勧誘してくる人が勉強してなくても、勧誘するマニュアルにこういう時にはこうやって相手に共感しましょう、こういう風に傾聴しましょうって、例えばあなたが会社で嫌なことをされてるとかいじめられてるとか、そういう時に勧誘があったとしたら、それをね、すごく聞いてくれます。いくらでも共感するし、いくらでも傾聴してくれるし、いくらでも同調してくれます。あなたを否定するようなことは一切言いません。一切です。そうやって弱みにつけ込むんですよ。そうなんだ、そういうことで悩んでるんだ、ひどいね、私はあなたが心配です、あなたを楽にしてあげたい、あなたのそのストレスが私たちと一緒に勉強することによって霧が晴れるようになくなるの、私もそうだった、あなたと同じだった、私もあなたと同じ悩み持ってたの、そしてその宗教に出会ったことで、そこに勉強会に行ったことで、今までの悩みがもう全部嘘だったように霧が晴れるようになくなったの、これをあなたにも体験していただきたいの、だから一緒に行こうみたいな感じで、もしあなたが自分で自分の命を何とかしたいと思ってるくらいどん底に悩んでる時にそう言われたらどうでしょうか。救われた思いがすると思います。そうやって連れていくんです。でもそこで待ってるのはもっと苦しい現実です。金銭的にもあなたは苦しめられます。精神的にもっと苦しむようになります。人間的にはどんどん弱くなっていきます。思考法は麻痺します。そうやってあなたを洗脳していくんですよ。あなたの恐怖心とかあなたの悩みをうまいこと利用して、奴らはあなたを悪徳宗教に引きずり込んでいくんです。さっきも言いましたけれども、何かを信仰したからといってあなたの思考法が変わらなければ楽にはなりません。やっぱり物事捉えようなんですよ。私、悩んでる時に逃げてください、避難してくださいって、宗教に逃げることは何も間違ってないんです。それが正しい宗教だったら、私だってありますもん。私もすっごく悩んでる時に神社に行って大きな木に何かエネルギーもらったら、神社の木にそんなさ、どこの木も一緒じゃないですか。そういうスピリチュアルな面でみんな持ってるんですよ。神社に行くとか、なんかの迷信を信じるとかさ、そういうスピリチュアル的なことで誰でも持ってるから、やっぱり信じてしまうんですよ。人類の昔の古い土器から発見されたものの中に合唱してる土器があるんですよ。まだ宗教とか何も生まれる前から死者を弔うとか、悩んでる時はこうするとか、私ね、信仰の自由もあるし、宗教全部が悪いと思わないんですけれども、地獄に落ちるとか、献金しないと不幸になるとか、もうそれはちょっとどうかなって思うんですよ。そういう風な感じで同調とか共感をして、その後で巧妙に不安を煽ってくるんですよ。あなたの話をじっくり聞いてくれて、あなたに共感してくれて、あなた悪くないよって言ってくれて、その後でどうするかというと、でもね、これってね、一生続くかもよ、そのままだったらって不安を煽ってくるんです。次にそこからがもう怖いんですよ。へえ、この苦しみずっと続くのどうしたらいいってやっぱなるじゃないですか、人間だったら。そしてその次に来るのは、だから一緒に勉強行こうって、あなたが救われるのはもうこれしかないよって、私も同じだったからわかるの。ここまで聞いて、いやいや、もうそれいかにも怪しいじゃない、誰が引っかかるのって思うかもしれないんですけれども、それだけじゃないんですって急に関西弁なんですけども、普通だったらね、怪しいって思えることも、悩みが深ければ深いほど、誰かに傷つけられたら傷つけられるほど、それが深ければ深いほど判断能力がちょっとなくなってるんですよ。自分が今苦しい、その原因っていうのが目に見えないわけのわからないものなんだって。でもそれがこの先もずっと続くんだって、一緒に今勉強に行ったら救われるかもしれない、行かなかったらこれずっと続くんだと思ったらやっぱり行ってしまうんですよ。そして行ったが最後、もっと巧妙なものが待ってるんです。そして私の友達もそうだったし、私が勧誘された時も、なんでこの人にこんな説得力があるのかなって、何にもこのめちゃくちゃなこと、怪しいこと言ってるのに、何がこうやって人を洗脳していく、何がそうなのかなみたいな感じで見たことがあったら、まるであなたの全てが見えてるかのように全部断定で言うんです。あなたが男性に生まれてしまったのには、先祖のこの辺のここがこうなって、この人があれをしたからあなたがこれで苦しんでるのって、そしてその苦しみはこれからもこういう感じで続いていくのねって、それをね、今なんとかしないと大変なことになるって、ちょっとなんか私演技が入ってしまってるんですけど、こんな風に断定してきて、どんどん追い詰めてくるんですよ。でもそれね、弱ってる時に言われたらどうですか。断言的に言われたら信じてしまうじゃないですか。どこの占いに行ってもはっきりと言ってくれなかった人が、はっきりこう言ってくれた。やっぱりそうだったんだ、うすうすそうかなって思ってた、やっぱり私が今こうやって苦しんでるのはそういうことだったんだ、早く行こうみたいになるんですよ。
あと心理学の用語でバーナム効果ってあるんですけれども、聞いたことある方いらっしゃるでしょうか。バーナム効果とは霊感商法とか人を騙す時に使う巧妙なテクニックなんですけれども、これ私のことでは、言い当てられた人はそう思うとその人を信じる傾向にあるんですけれども、悪徳宗教とかが巧妙にこのバーナム効果を使ってるっていうことが多いんですね。例えば私が悪徳宗教の勧誘する人だとして、あなたに対して、あなた興味がないことになかなかやる気出ない方よね、それ今見えてますって言ったら、本当にそうだわ、なんで分かったのって思うと思うんですけれども、それって誰にでも当てはまることなんですよ。言い方の問題で、興味がないことに一生懸命になれる人の方が少ないじゃないですか。そこをうまく利用して、もう見た目に分かる繊細な人に、あなたすごい些細なことがすごい気になる性格じゃないって、それが出てるって言われたら、え、なんで分かったのって思うと思うんですけれども、繊細な人ってすぐに分かるんですよね、いろんなこと話してたら。例えばあなた表面上には分からないけれども、なんか熱い情熱持ってる人よね、正義感ものすごく強いと思うのって言われて、って思うと思うんですけれども、それ誰にでもあることなんですよ。言い当てられたら、その自分の中からまた出てくるんです。それが正義感とかね、熱い情熱ってね、100人いたら100人の人が何かしら持ってるんですよ。誰にも持ってる心理なのに、それをまるで言い当てられてしまったって心理状態にさせることがバーナム効果っていうことなんですね。これも悪徳宗教団体の人がよく使うテクニックなので、ちょっとだけ頭に入れておいてください。そしてこれもちょっと心理現象なんですけれども、皆さんハロー効果って聞いたことないでしょうか。ハロー効果っていうのは、例えば人気がある人が何かを言ったらみんな笑ってくれるのに、みんなから嫌われてる人が同じことを言っても誰も笑わない、こういう現象をハロー効果って言うんですけれども、これをうまく宗教の人は利用してるんですね。例えばその宗教に興味を持ってない人から見たら、どこぞのですかみたいな人を教祖として立てまつって、その人から出た言葉は全部ありがたいみたいな感じで、もう誰でもが言ってる言葉で、あなたも使ってますよっていう言葉なのに、まるですごいことを言ってるかのような、そういう心理状態にさせることをハロー効果ってあるんですけれども、それも悪徳宗教の人はうまく使ってるんですね。あともう一つ心理学用語で、フットインザドアテクニックって言葉、皆さん聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、これっていうのは本当の目的はここにあるんです。無理難題があるんですけれども、いきなり無理難題を依頼すると必ず断られるじゃないですか、どんな人でも。だからいきなり難しいことは言わないんですよ。いきなり給料のほとんどを献金しなさいなんて言わないんですよ。いきなりそんな大きいことは言わないんですよ。そこでフットインザドアテクニックが出てくるんですね。あなたが引き受けやすいような些細な依頼からちょっとずつグレードをアップして、だんだん洗脳していって大きな依頼を引き受けさせる。これも悪徳宗教がよく使うテクニックなんです。もちろんこれらは悪徳宗教じゃなくてビジネスの分野でも使ってる方も多いし、いろいろな勧誘の分野、詐欺師も使ってるテクニックなんですけれども、後で考えたらなんでこんなこと引き受けたんだろうって皆さん思うことあるじゃないですか。こういうテクニックをうまく使ってるんです。それとは逆にドアインザフェイステクニックっていうのもあるんですよ。いろいろ言葉があるんですけれども、これも心理学用語なんですけれども、これはさっきの逆で、いきなり無理難題を言います。そしてこれは絶対無理って断らさせるんです。いきなりもう絶対引き受けられないような要求をして、相手に断らさせて、そしてうわそれは無理ですって断った後に、本当にやってほしい依頼を相手に言うんですね。そしたら本当はこれ自体もものすごくちょっとハードルが高いんだけれども、最初に無理難題を言われてるから、あこれぐらいだったらじゃあ大丈夫です、さっき断ったしこれだったら引き受けられますって、相手の心理を巧妙に利用した、こういうテクニックも使ってくる可能性があります。それからサンクコストバイアスっていう、投資の現場でよく使われる心理学用語なんですけれども、投資の現場ではここまで投資したんだからここでやめるのはもったいないよねっていうような、そういう心理状態なんですけれども、これも悪徳宗教がよく使うテクニックでよく応用するんですね。例えばここまであなたがこの宗教にいたから今なんともなかったけれども、ここでやめたらこんなことが起こるんだよっていうふうに言われたら、ちょっと信じてしまうんですよ。今まで何もなかったのは私がお布施をしてたからなんだ、ちゃんと信仰をしてたからなんだって、そういう錯覚をうまく利用するんですね。実際はさっきも言ったんですけれども、その宗教をやめたからといっていきなり不幸になるとか、何か事故に遭うとか、子や孫が何かになるとか、病気になるとか、地獄に落ちるとか一切ないんですけれども、心理学のことを本当に巧妙に勉強して、人間心理をいろいろな方法で、もう今言った以上のいろいろあります、もうここで語り尽くせないくらいのいろいろな心理学現象とか、その人の心理を巧妙に利用してだんだん引きずり込んで、だから洗脳は怖いんですよ、だからマインドコントロールは怖いんです、知らず知らずにはまっていくんです。別に霊的なものとか宗教とかじゃなくても、思考法でなんとかなるよっていうことをお伝えしたいんですよ。悪徳宗教には心理学を利用してる人もいるっていうことをちょっとだけ頭に置いておいてください。そしてね、日本人って意外にね、地位とか肩書きに弱いんですよ。でもその地位とか肩書きも簡単に作ることできるんですね。教祖みたいな人を作ることってブランディングでできるんですよ。崇拝するもののブランディングがめちゃくちゃうまいんですね。すごいですよ、それは。本当にすごいです。それを例えば何か企業がやったら、ものすごいその商品売れるんじゃないっていうぐらいのブランディングをして、あなたにいろいろ信じ込ませていくんですよ。あなたの劣等感とか細かい心理をすごく利用してくるんですよ。すごくないって、あれだけの人がこうやって言ってるんだよって信じ込ませるように持っていくんですね。ここからはこんな人は気をつけてくださいと、こういう人狙われますよと、こういう人ターゲットですよと。でもね、決して狙われる人は私否定してるわけではありません。真面目で繊細でガラスの心を持ってるような人ほど、やっぱりターゲットにされたり騙されたり洗脳されたりしていくので、そういう人を責めたり否定してるつもりはもう全くないんですよ。そういうことを前提に聞いてもらいたいんですけれども、カルト宗教とか悪徳宗教がどういう人をターゲットにしていくかというと、はっきり言ってお金が目当てです。はい、いろいろな人に声かけて、この人ちょっとお金持ってないかなと思ったら、ぴょっぴょこぴょっぴょっぴょっと跳ねのけられていく感じなので、まずはお金を持ってるとか、もしアンケートで親がすごそうな人
だったら親までちょっと調べるのでとりあえずちょっと囲っとこうみたいな感じで、そして何かのサークルとか何かのセミナーとか何かの自己啓発サークルとかに誘ってきて、この人疑い深いなと思ったらさっさと切り捨てられます。私そうだったので、はい、ここおかしくないですかとか、あそこどうですかっていう感じでいろいろ聞いてしまって、あ、この人ちょっといたらもう煙たいからっていう感じで、もうターゲットにはならなかったんですね。何も疑わずに次の信者の勧誘に使えるとかね、そういう使える人とかお金を持ってる人っていうのは、まあ言ったらその団体の欲しい人材ですよね。お布施としてお金はくれるし、勧誘にも協力してくれるし、宗教から取ったらこれ以上いい人ないじゃないですか。あと、こんな人は気をつけてほしいなっていうのあるんですけれども、これも全然悪くないんですけれども、その場の雰囲気に飲まれやすい人とか染まりやすい人っているじゃないですか。そういう人って感性豊かなんですね。そういうね、感性の豊かな人とか、場の雰囲気に飲み込まれやすい人とか、場の雰囲気に染まりやすい人とか、空気をすごく読む人とか、すごい人に同調する人、共感性の高い人、こんな人は悪徳宗教、カルト宗教の格好のターゲットなんです。そして次のカルト宗教とか悪徳宗教に狙われる人の特徴なんですけれども、こちらの動画皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。ご覧になってない方、ぜひもご覧いただきたいんですよ。いいえって言えない人、ノーと言えない人、断れない人、都合のいい人間になってしまう人あるんですよ。この人、この動画でもお話しした断れない人っていうのもターゲットにされてしまうんです。すごい理不尽なんですよ。すごいいい人なのに。でも嫌ですとか断れない人っていうのは悪徳宗教からしたらものすごく利用価値があるんですよ。だって断らないんだもん。どんなに無理なんだ言っても、月3万円で生きていけって言っても断らないんでも、なんとかなる方法を探してくれるようないい人ばっかりがターゲットになっていくんです。こんな理不尽なことないじゃないですか。なんで私が3万円で過ごさないといけないんですか。30万円も手取りがあるのに、なんで自分が3万円で全部献金するなんておかしいじゃないですかっていう人はターゲットにはなりません。いいえって言えない人、断れない人、こういう人をしっかり見てロックオンしてます。あとはちょっと怪しいなと思っても、まあ後からなんとかなるからっていうタイプの人っているじゃないですか。まあなんとかなるよみたいな、なんともなりません。悪徳宗教だけはなんともなりません。どんどこドロドロ、どんどろドロドロのへどろのどんどろになりますので、だからあなたの中に、まあとりあえず行ってみて、もうその時考えようみたいな感じで誘いに簡単に乗ってしまう人っていうのも要注意です。あと、モラハラの動画、こちらご覧いただけましたでしょうか。ここで私、モラハラを受けてる人って自分がモラハラを受けてることにあんまり気づいてない、ここが危ないんですよっていうお話したと思うんですけれども、それからこの詐欺にご注意くださいの動画、これにもちょっと言えることなんですけれども、騙されたりいじめられたりモラハラパワハラは相手が悪いですからね。私この動画で口が酸っぱくなるくらい言ってるじゃないですか。あなたは悪くないと、あなたの人生はあなたのものなんですよ。それなのに何かあったら全部自分を責めてしまうような人、こんな人悪徳宗教の格好の餌食になります。だから普段から何でも自分の責任にしないでください。ちゃんと線引きしてください。相手が悪い時はちゃんと相手の責任を考えられる人になってほしいと思っている次第でございますな感じです。ぼっちも悪くないですよっていう動画出したんですけれども、決してぼっちの人悪くないです。友達が多い人ももちろん素晴らしいですし、少ない人も素晴らしいですし、友達の多さで人間の価値なんて決まらない、これは私も今でも思ってます。でも悪徳宗教っていうのはぼっちな人にターゲットを決めてきます。友達が多い人よりも一人ぼっちな人とか、一人で悩んでる人とか、一人で何かを抱え込んでしまうような人を格好のターゲットにしてくるので、割と私一人が好きかも、みんなで群れるよりも一人が好きかも、これ全然素晴らしいことなんですけれども、そういう人っていうのは悪徳宗教にとったら格好のターゲットなので、そこだけちょっと意識しておいてください。それと同時に、身内に一人暮らしのお年寄りがいるっていう人もちょっと気をつけてあげてください。それでは次は、悪徳宗教、カルト宗教に洗脳されないため、騙されないため、あなたの人生を奪われないための対処法をいきたいと思います。悪徳宗教とかカルト宗教っていうのはかなり母体が大きいです。カルト宗教、悪徳宗教ってなんであんなに大きくなるのかなっていうぐらいかなり大きいので、怪しいって思ったら近づかないでください。さっきも言ったんですけれども、最初から宗教としては近づいてきません。カラオケ大会行かない、テニス大会行かない、こんなスポーツイベントあるんだけど、こんなボランティアイベントあるんだけど、こんなサークルあるんだけど、自己啓発イベント行かないみたいな形であなたを誘ってきます。でもよくよく考えたら、なんでいきなり私に声がかかるのかなっていう風に考えてください。何でもかんでも簡単に誘いには乗らないでください。それがあなたがどんなに興味があるものでも乗らないでください。あなたのことをしっかり下調べをして、あなたが興味がありそうなことであなたを勧誘してきます。最初から宗教とは言いません。私普段から直感に従ってくださいって言ってるんですけれども、何かおかしいってほんのちょっと 0.1 ミリでも何かおかしいと思ったら行かないでください。近づかないでください。どんな人でも洗脳されます。行っても大丈夫、なんとかなる、行ったからといって私は洗脳されないから大丈夫なんて思わないでください。来た人全てを洗脳できる材料は持っております。それに数百万数千万かけて人をマインドコントロールするマニュアルがしっかりできておりますので、誰でも彼でも絶対 100% 騙されると思ってください。だから怪しいと思ったら足を踏み入れないでください的な感じです。そして次の対処法なんですけれども、一部の悪徳宗教は家にいきなりやってきます。家にいきなり訪問してきた人っていうのは、それがどんな人であっても簡単に家に入れないでください。一歩たりとも家に入れないでください。インターホン対応で大丈夫です。そして資料だけポストに入れますねっていうのもできれば断っていただきたいです。もう目にしていただきたくないので、いらないです、入れないでくださいっていう感じできっぱり断るっていうのをインターホンで練習してみてください。さっき断れない人がターゲットになりますよ、都合のいい人ターゲットになりますよって言いましたけれども、ここかなり大きいので、断る自分をちょっとずつでいいので作っていってください。
そしてこれどんなことにも言える対処法なんですけれども、どこに行っても何をしてもあなたの個人情報はいきなりは話さないでください。しっかりこの人信用していいって、この人もう絶対っていうまではあなたの携帯番号とかメールアドレスとか個人的な情報は一切教えないでください。やっぱりね、どんなことでも危機管理ってあるんですよ。昔詐欺にお気をつけくださいの動画でもいろいろお話ししてるんですけれども、やっぱりねこの詐欺師っていうのも個人情報をすぐ教えてしまう人とか、何でも簡単に教えてくれる人とか、推しに弱い人っていうのをターゲットにするので、私ちょっと推しに弱いかもって、押されたらすぐに教えてしまうかもっていう人は、普段からどこに行っても携帯番号とかメールアドレスとか LINE とかね、そういうことをすぐに交換する癖っていうのをちょっとずつでいいので、そういうことしないでください。お願いします。心ってね、簡単に壊れるし、人って簡単に洗脳されるんですよ。そのくらい人間というのは曖昧であやふやな生き物なんですよ。確かなものなんてないんです。それが年齢を重ねれば特にそうです。若い人だけではありません。私たち世代でもたくさん洗脳されて、たくさん騙されて、多額のお金を奪い取られてる人がいっぱいおります。さっきも言ったんですけれども、あなたが稼いだお金はあなたのために使ってください。あなたがときめくものを買ってください。あなたの生活を充実させるため、あなたの心を豊かにするものだけに使ってください。さっきも言いましたけれども、あなたが何かをしたからといって地獄に落ちることは一切ありません。決して宗教に入ったからといって何かが解決されるわけでもありません。まるで解決されるように断定的にいろいろ言ってきますけれども、それはあなたをマインドコントロールしてるっていう風に思ってください。最初にも言ったんですけれども、宗教全部を否定しているわけではありません。いい宗教もあります。神社お寺私も大好きです。クリスマス大好きです。最後まで見てくださったあそこのあなたに心の底から感謝します。本当にありがとうございました。それではまた。I'm gonna break without one